何でしょうか。はい。日本にヘビメタをもっと普及させたいと。はい。まずはね、みんながロン毛になること。そこからです。国民全員が髪を肩まで伸ばせばメタルの良さがわかります。え？ハゲの人はどうするのかって？ハゲの人はね、育毛剤で頑張って生やせばいいのです。ロン毛にするメリットはね、結構あるんですよ。例えば、貞子の真似ができる。はい。あとは、髪を振り回して、武器になる。はい。あとね、いざとなったら髪を結んで、ロープ代わりになる。くらいですね。うん。何よりね、ヘドバンができるので、ヘビメタの良さを、より実感できる。え？ヘビメタは何かと？ヘビメタとは何かと？はい。ヘビとメタです。ヘビとメタ。ヘビ止める。つまりヘビを捕まえて仕留める。